はい、山田です。それではね、試合の続きしていこうと思います。今日の対戦カードはこちら。ドランソード 360F と、ウィザードアロー、480B ですね。相性的には、ドランソードの方が有利、攻撃型ですね。対するウィザードアローは持久型で、シュートの順番ですけども、ウィザードアローの方が持久有利なので先打ちでいきます。はい、それでは第1セット3、2、1、ゴーシュゴーシュ。ドランソードに2ポイント。一番めんどくさいバーストの仕方ですね。この場合はビットを1回外してください。で、ラチェットの位置合ってるか確認します。合ってますね。基本合ってますね。ずれることはないのかな。よし。さあ、ガンガン行きますよ。ポイント2-0。はい、第2セット3-2-1ゴーシュ。お互い激しいダッシュが、おっとオーバーフィニッシュ決める。ドランソードに2ポイントというわけで、今回の勝負は、4-0でドランソードの勝利、おめでとうございます。いや、まあ相性で言うとやっぱり攻撃型の方が持久よりは強いっていうのが証明されましたね。試合時間すごい短い。というわけで、バイバイ。